オーケー、すまんな。んでどうせそこら辺来るからオーケー、ヘッドショットで、もう一人ぐらいオーケー、カットしてくで、いるのでカット、おお、オーケー、今のうめえな、今のうまかったんじゃない。ちょっと待って、ブリ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 、気ままな実況部屋へようこそ。どうも、隊長でございます。コールオブデューティーモダンウォーフェアやっていきたいと思います。ということで、いつも自分ね、試合取ってから挨拶いつも取ってるんですけど、なんか試合取った後にね、急になんかたまにあるじゃないですか、オンラインサービスに接続できませんみたいな、あのバグ、あれが起こっちゃったんで、最初の挨拶だけローカルマッチの画面でお送りしますということで、今回使っていく武器はこちら、マークスマンライフルの MK2 カービンですね。で、最近だとこれかな、シーズン4の途中から追加された新武器、レイテック AMR でいいのかな、まあ、通称バレッターとかバレットって人それぞれ言い方バラバラなんだけど、どっちでも合ってます。で、こちらのアンロック条件として、マークスマンライフルかスナイパーライフルを使ってクイックスコープ、まあ日本だとクイックショットっていう方が多いんだけど、クイックショットで敵を切るっていうのがアンロック条件なんですよ。ただね、今作って結構クイックショットが目立ってないので、今作から始めた人とかウォーゾーンから始めた人にとって、クイックショットってそもそも何って思ってる方も一定数いると思うんですよね。まあ、簡単に言うと、スコープを覗いた瞬間に弾を撃って敵をキルするみたいな、そんな感じなんですよ。過去作品だと結構ボルトアクションのスナイパーライフルを使ってクイックショットを決めるっていうのが多かったんですが、ただね、今作ってね、そのスナイパーライフルのボルトアクションスナイパーとしては HDR と X50 があるんですけど、この2つって結構今までの COD 作品の中でも結構クイックショットしづらい部類に入るんだよね。まあ、今作自体結構リアリティ重視だから、クイックショットなんてね、現実まだねさ、ね、戦い方なんてできないから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだろうけど、結構難しく設定されてるんですよ。で、マークスマンライフルはマークスマンライフルで、スナイパーライフルに劣るっていう部分が多かったりして、結構影薄い部分もあったりして、ね、使ってる人も少ないっていうので、今作結構クイックショットって影薄いんだよね。なのでね、クイックショットっていうのはどんなものなのかっていうのをこちらの MK2 カービン使って、今回、撮ってきましたので、そちらの方ね、やっていきたいと思います。ということで、今回もね、いつものように2試合ほど動画の方撮ってきたんですが、ちょっと今回はね、1試合目2試合目で結構カスタムの方変わっているので、簡単に個別にね、それぞれ説明していこうと思います。まず1試合目から、レーザーからね、タックレーザー、可変ズームスコープ、MK2 スポーツコーム、ステッピング加工グリップ、スライハンドとなってます。簡単に言うと、エイム速度ガンブリしてます。はい、これとこれとこれでね、M 速度ガンブリしてるっていう感じで、あとなんだろう、言うならばこれかな、スライハンド、武器パークのところを俺スライハンドにしてるんですけど、結構ね、特にプロの方が多かったりするんですが、フォーカスの方がいいよっていう人も結構いたりするんですよ。これなんでかっていうと、このフォーカスっていうこの武器パークの能力自体が、エイムを覗いてる時に敵、例えばね、敵の弾が当たっちゃったっていう場合に、結構ね、ガクッで揺れるんですよ、エイムが。このフォーカスっていうのは、その弾が当たった時のそのエイムの揺れを軽減するっていう能力なんですよ。なので結構スナイパーライフルとかマークスマンライフルみたいな、こう単発撃ちの銃ってそれが結構致命傷なので、それを防ぐためにこのフォーカスっていうのがいいよってね、プロの方は結構言ってたりするんですよね。ただ個人的には結構もう、ね、敵の裏とかついて倒してって連戦していくっていうタイプなので、個人的には。で、この MK2 カービンって結構リロードが遅いんですよ。で、そこがね、連戦する上で結構致命傷になっちゃうので、もうとにかく連戦連戦で戦っていこうっていうタイプの方には、スライハンドの方がおすすめなんじゃないかなというふうに思います。あとこっちかな、強いて言えばこっちの可変ズームスコープって 3.5 倍、倍率がね、 3.5 倍と8倍に切り替えられるのに対して、こっちはね、デフォルトでずっと7倍なんですよ。なのでちょっとね、近すぎ、スナイパースコープちょっと遠すぎて見えねえなっていう方には、可変ズームスコープの方がいいのかなとも思うけど、まあそこら辺はね、好みで全然大丈夫です。そしてこちらが2試合目のカスタムになります。スコープを外してね、バレルの方、こちら、FSS20.0 ファクトリーバレルの方をつけてます。2試合目シップメントで行ってきたんでね、スコープいらねえやっていうことでバレルの方をつけてます。で、なんでこのね、20.0 の中途半端なやつ使ってるのか、18とか24あるのになんでこれつけ
使ってんだっていうことを話すと、やっぱりあのスコープを外すことによってめちゃくちゃエイム速度が上がるんですよ。まあ当然ちゃ当然なんですけど、まあ、そのおかげでエイム速度速くなるのはなるんですけど、この何もつけてない状態だとバレルをね、何もつけてない状態だとめちゃくちゃ速すぎちゃって逆にクイックショットしづらくなっちゃうんですよね。まあ、それだったらね、こっちの 24.0 はどうなんだって言われると、逆にこっちはね、なんか中途半端に重くなっちゃってクイックショットしづら、個人的にね、個人的な体感としてちょっと24の遅さだとクイックショットしづらいなっていう風に感じちゃったんですよ。なので18だと逆に軽すぎるっていうので 20.0 ぐらいが個人的にちょうどいいかなっていう理由で 20.0 バレルにしてます。まあ、ここら辺は完全に好みの問題なんで、20でもちょっと早すぎるって方は24でも全然いいと思うし、18でも全然いいと思うし、そもそもバレル自体をつけなくても全然いいとは思います。そもそものこのクイックショットのカスタムってエイム速度にガンブリなので、エイム速度が落ちちゃうアタッチメントっていらないっちゃいらないんですよ、正直なところ。あと、もう大体マズルだとね、エイム速度も落ちちゃうし、ライトウェイトサプレッサーも射程距離落ちちゃうからいらないし、フラッシュガードも弾丸の速度落ちちゃうのでいらないんですよ、クイックショットのするってなったら。なので、ほぼいらないんだよね。この4つでほぼほぼ完成されてる形なので、まあ、あとはお好みでっていう感じにはなるんです、正直。なのでね、クイックショットをする場合は、こちらの4つをベースで、ね、あと何かしら自分の好みなアタッチメントつけていただければ全然いいんじゃないかなというふうに思います。はい、こんな感じでね、自分はよくモダンオフェアとかウォーゾーンの動画を上げておりますので、少しでもこの動画良かったよって方、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あとたまにね、視聴者参加型とか、そういう生放送もしているので、よかったらね、遊びに来ていただければと思います。それでは早速こちらのカスタム使ってマルチの方をやってきたので、そちらの方を見ていただければと思います。では行ってみよう。さあ、ということでシュートハウスのドミネーションやっていきたいと思います。ちょっと最初のコミュニケーションに集中して挨拶するのを忘れてました。おお、あったかい。あのプライス、やっぱプライス盾持つダセーよな、いつも思う。よいしょ、 B 入ってこう、 OK、 アシストしたんで OK。 あの野郎、大丈夫、倒せた。 OK、 ナイス。うわお、びっくり。わお、ちょっと待ってくれ。うぃ、オッケー。うわっ、コッキングしてね。コッキングしてたらやれてたかもしんねえな。さて、上登って見てる。おお、やれた、やれた。やれると思わなかった。で、こっちにおるので、こいつカット。わお、あー、爆裂、炸裂弾使っておる。わーい、クソ野郎。あの野郎め、B 取られてるのね。ちょっと集中しすぎては見てなかったわ。入ります、 OK。 わお、おお、 OK、 貫通。おお、ちょっと忙しいな。おい、どういう状況だこれ。なんか入れてる、なんか知らないけど入れてる。無理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 。あ、取れた、取れたぞ。さあ来い、おら。はあ、えよいしょ。どういうどういうやつ。ちょっと待って、ちょっと待って、へい、かも、よいしょ。もうこの、これが強い。これが強いんだよな。ちょっと待って、使わせろ、オッケー。で、とりあえずカウンター UAV 出すじゃん。あ、これ当たってねえやつだな。あー、ちょっとミスりましたね、焦りすぎましたね。まあ、取れたのはナイスでしょう。中央は白見沢いない、そっち側におるんやな。いた、わーい、いっぱいおる。よいしょ、おるー。今のはカットできたのは自分でもびっくりした。うん、なるほど。おい。あいつ、あいつバカ野郎。最高に楽しんでる今、ちょっとこのゲームを。おっと、大丈夫、ちょっとこれを OK、 カッティング、
そ、今のはやれたな。ちょっと焦りすぎたね。で、ちょっと後ろいるんだけど、ちょっとこっちのやつをカットしたい。あー、投げナイスっぽい。わーお、ナイス。後ろおるぜ。お、ナイス。ナイスではなかったけど、ナイス。ちょっと厳しいっすね。一発当て。くそ、やれたな、あれ。ナイス。またお前か。またお前か。どういう、お前は邪魔。ナイスナイスナイス。あの盾の人とちょっと気が合うかもしれない。わあ、ナイス。お前また来たんか。なんだあいつ。かわいいな。よいしょ。さて、おお、ナイファーで来やがったか。あいつサブにナイフ持ってんのか。なるほどね。覚えたぞ、貴様の武器を。おーい、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 ちょっと待って、デッサリ逃げ、デッサリ逃げたかった。やーべえことした。ちょっと待って、面白くてちょっと涙出てきたんだけど。ちょっとやばい、いろいろと。OK。 おお、ハロー、ナイス。でこいつカット見てるか、見てないね。あ、向こうでいいのか。つうこと、あ、3点取りしてる。おお、敵さんはまだマックスいるよね。つうことは向こうやな。わーお、オーケー、すまんな。んで、どうせそこら辺来るから、オーケー、ヘッドショット。で、もう一人ぐらい。オッケー、カットしてく。ちょっときつい、ちょっとごめん。よいしょ、オッケー。で、あいつか、あれはちょっとめんどくせえな。あれちょっとめんどくせえから、味方と一緒にエアストライク耐えといて。今いたな。オッケー。さあ、ウィルソン溜まった。ウィルソン溜まっちゃったら、まさか貯められると思ってなかった。くそ。ということで、ウィルソン溜まったので使っていきましょうか。さーて、今回はちょっと即飛ばしされそうだな。そこにいるんだよ。OK。C4 投げてきたね。よいしょ。お前ちょっと邪魔やで。はい、すまんな。盾持ってても引けるんだよね。で、リスが変わり申して、ちょっと向こう側、ん、あ、いた、ナイス。で、そいつをカットしたい。俺死んだ、あ、俺死んだね、さすがにね。リス変わったし、オーケー。で、そこにいるんだよね。いるね、バレてるよ。あれ、どこ行った、あいつ逃げたな。で、リス今度もう一回向こうちょっともう切れそうだから、あー、いるのね。オッケーオッケーオッケー、壊れる前にオッケーで、あ、とりあえずこれ出しとく。で、正面、あ、ナイス、やりたかったな。よいしょ、わーお、最後にあの縦のプライスと会いたいな。いねえのかな。オッケー、危ない、まだいる、何やってんの。三方さんだった。オーケー。楽しかったなこの試合。いやー、久々にこんな試合で笑ったかもしれない。いやー、面白かった、いいですね。だからクイックショットがメインのはずなんだけど、クイックショットちゃんと伝わってたかな。いや、本当に、あー、笑ったわ。さあ、ということで、シップメントのドミネーションやっていきたいと思います。こいつすげえな、金の盾持ってる。さあ、ということで、どうせこっち側から来る。さあ、 C が取られておりますので、ちょっときついな。ちょっと待って、目の前脇、クロスボウ使ってる。目の前脇は知らない。
いやーちょっと待って、今回クセ強えな、敵。ナイス。そう、ワンキルするでしょ。でそっち側から来るのってナイス。ちょ、後ろ大丈夫、後ろ死んでんな。ワオ、ナイス。でそっちオール、オッケー、ヘッドショット決めてく、ぶちかまして、オッケー、キル。お、そいつ敵か、ちょっと味方だと思ってた味方だと思ってた。危ない、危ない、よくやれたな、ようやれたと思う。ちょっと待って、今だけはさ、オッケー、うな、ななななな、味方さん、そう、私よ、味方よ。おお、あ、やばい、オッケー。ちょっと待って、どこ、いやちょっと固まりすぎだな、固まり魂してんな。ちょっと待ち、オッケー。で、ちょっと待って、そいつは危ない、ちょっと待って、くそ今のはちょっと悔しいのをちょっと使わせていただくじゃん。おるね、はい、オッケー。でやばい、危ない、当たんないね、なかなか。オッケー、ちょっ、ギリ、おお、キルできた、ギリギリ。でエアストまた溜まった、でそこおるよ、そこおるよ、オッケー。おお、これやっぱバレルこっちつけた方がいい、20中間ぐらいのバレルつけた方がやっぱやりやすいのかな。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ちょっと待って、ちょっと待って、リロードしたい、リロードしたい、リロードさせていただきたい所存。あの辺にポイしとく、来るかな、やべ、来るな、これ、オッケー。いや、くそ、キルチェーンだったらが一気に V トールまで溜まってたな。でもキルクイックフィックスなんだよね。おほう、投げないよ、ギリギリ当たった。ん、おるぞ、何やっとんだ、気づいて、危ないね。あ、やばい、死んだ。うー、終わった、オッケー、終わった、オール、オッケーおお、したい、おお、ちょっと厳いいので一旦下がりながらリロードする。でデッサ持って、ナイス、フラググレネード、オッケー。で、あれ敵、ナイス、オン、オッケー。でちょっとまた来るかな、ちょっと旗取りたいんですけど、取れた、オッケー。で向こうか、オッケー、カットしてく、くそー、何今の、あー、ショットガンの人かと思った。ちょ、ナイス、オッケー。でそこいる、そこ脇ちょっと無理、一旦ちょっと下がる、リロード。でチラミザはいない、向こう、ちょ、そっち行ったな、ちょっとマジでやすと、オッケー、チャーリー取れた。でそこよいしょ、負けナイフ当てていく、であいつカットスルーで C にいるので、ナイスキル。ちょっと待って、おお、リロードして安定、安状態を整えたかったけど整えられてない、マジかよもう。おお、目の前、おお、びっくり、わお、わお、ちょっと待って、びっくりするよ、それはびっくりしてるよ、私。そう、リロードしますよ。でブラボー取れるか、取れそう、ちまちま入っていけば取れそうね。今いた、オッケー、やすとたまり、んであそこに出します。お前どこにいたんだよそれ、んなとこわかんねえよもう。よいしょ、でいるのでカット、おお、オーケー今のうめえな、今のうまかったんじゃない。ちょっと待って、ブリ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 、ちょっと待って、無理、リロードさせて、もう一回エアスト、あの辺にぽい、
いや、いんのかよ、そこに。ちょ、押すな、押すな。めっちゃ押されたぞ、今。おお、え、当たったの、今。オッケー。やれるとは思ってねえよ、さすがに。いやー、嘘、逆にはやれねえのかよ、それ。逆にやれると思うだろ、それは。オッケー。で、やばい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 おお、忙しすぎだろ忙しすぎだろ。とりあえず適当に来い。これで勝った。何キルよ、72。結構頑張ったな。おお、入ったわ。なんかもう忙しすぎてちゃんとお話できてたか喋れてたか分かんないんだけどいやー、なんかどっと疲れたはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良ければこの動画の高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。他にもね、たくさん動画ありますので、よかったらそちらも見てください。それではまた次の動画でよかったらお会いいたしましょう。今回は失礼いたします。それではバイバイ。